女優の広瀬アリス25、広瀬すず21、姉妹が13日インスタライブを行い、二人揃って変顔を連発。自粛生活による生活リズムの乱れと自粛太りを報告した。二人はペットと共にくつろぎながら次々と変顔を披露。フ・ロアーからスクショしたとの報告を受けると、過去のセブンティーンとか見てみ、もう何も怖くないと余裕を見せ、さらに変顔をサービスした。二人ともファッション誌セブンティーン集英社の主催するミスセブンティーンでグランプリを受賞してデビュー。すずはこの間、横田真由が20歳になってからご飯に行ったよ、お酒を一杯だけでも飲もうって連絡をくれたと、も、出る時代の後輩との交流を明かした。一方のアリスは、私は、森川葵、24、江夏しおり、24、くらいかな。時々、大野糸、24、と、橋本愛、24、に会いたくなる。同期なのでと語った。ちなみに橋本とは鈴を含めた3人で同部屋に泊まったことがあるとか。鈴は、愛ちゃんは面白くて強烈に印象に残ってる。この間 NHK で隣のスタジオだったんだよと話したが、共に若手売れっ子女優となった今は10代の頃と違ってお互いをしとやかに挨拶したという。また、アリスは、自粛太り、むっちゃしました。再会するときには戻さないと。頑張ります、私と告白。朝は8時までに起き、早いと、夜9時半に寝る生活を送っている。対する鈴は遅いと、深夜2時か3時まで起きており、生活リズムは、乱れがち。それでも、1時間ほどのジョギングを心がけている上、以前、筋トレに行ったらムキムキになりすぎて、全然落ちないのと筋肉質な体質からか、スタイルを維持しているようだった。